皆さんこんにちは。ウィークエンドニュースの時間が参りました。今日は1月29日第5金曜日です。これからですね、実は第5金曜日に関しましては、コメンテーターをですね、1人増やしてやってみたいなということで今日はその試みをと思っております。コロナの感染がですね、本当に高止まりしたまま一向に収束の気配は見えません。亡くなる方がですね、すでに5500人を突破してすごい勢いで増えていらっしゃいます。特に、自宅にですね、入院先がなくて自宅に療養しながら病院にかかれず亡くなる方々も非常に増えています。こういった状況でですね、菅政権は一体何をしているんだろうということで、今日は4人のコメンテーターの方々とお話を進めていきたいと思います。それでは、私の左隣からご紹介したいと思います。おなじみの法政大学教授山口二郎さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして、そのお隣は、編集者でライターの鈴木光さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして私の右隣、翻訳家でドイツ文学者の池田佳代子さんです。よろしくお願いします。そして、そのお隣は皆さんおなじみの山田篤さんです。よろしくお願いします。はい、それではですね、今週1週間どんな1週間だったかなというのをざっと今映していますけれども、ね、オリンピックの中止をイギリスのタイムスがやったりとかいろんなことがありました。この1週間あったことでそれぞれ皆さんどんなことがですね、ご自分の印象に残っていらっしゃるか、これをまず最初にご挨拶がてらに、代わりに、お話しいただきたいと思います。山口さんからちょっと、はい、これに出てないんですけど、はい、今日飛び込んできたニュースで自民党本部の職員全員に PCR 検査をするっていうニュースがあって、あ、はいはい、これはもうハレンチとしか言いようがないですね。本当に今までのコロナ対策の失敗きちっと総括して、うん、困ってる人からちゃんと助けろよと、うん、ふざけるなっていう感じですね。身内意識もいい加減してくれと、うん、いうことですね。はい、鈴木さんどうですか。うん、私もここにはちょっと載ってないんですけど、最近 の, その原発の動きが非常に気になってまして、特にですね、大井原発も含めて老朽化してるはずの原発をこれからどんどん動かそうとするような形がどうも出てきてますね。でそれに対してエネルギー基本計画という政府が作るエネルギー計画なんですが、この中でその原発をどう動かしていくか、再稼働させていくか、しかもなんかどうもね、よく読んでみると、うん、新増設に関しても決して否定してないんですよね。うん、だからなんかこのコロナ禍に紛れてですね、うん、なんか危ないことをどんどんやってしまおうというような感じ、ね、まあ、全部言えるんですけど、やっぱりこのどさくさ紛れみたいなね、そうですね、そういう雰囲気が濃厚に漂ってますね。はい、はい、ありがとうございます。池田さんはいかがですか、今週のここにないし、ちょっと空気読まないあれなんですけど、うん、JR 東日本がね、うん、ラッシュのピークを以外のところではポイントをつけるっていうのをやって、なんでわーって思ったかっていうと、この間の都知事選挙でそういうことを公約に挙げた候補がいたんですね。私畠山さんの選挙男が行くっていう番組やらせてもらってるんですけれども、はいはい、ああいう独立系の候補の公約って結構実現するんですね。前の前の都知事選では自転車レーンを増やそうという、うん、でそういう人ってすごく公共心が高いので、自分が言ったことなのにって言わないんですよ。純粋に喜ぶわけだから、このニュースでどこかで彼が喜んでるかなって思って、ちょっとポッと嬉しくなりました。なるほど、ちょっと明るいニュースというか、ね、うん、コロナのね、対策なんだけれども、うん、コロナ以降もやってもらいたいと思います。なるほど、ありがとうございます。じゃあ山田さんどうですか、今週1週間振り返って。うん、経済財政諮問会議で、うん、民間委員のに新浪武さん、はいはい、サントリーの、うん、彼がかなりボロクソに政府の、はいはい、コロナ政策を批判したわけですよ。はいはい、でしかも
一体何やってんだぞ、うんうん、この厚労省がね、うん、もうそんな、あの、なんていうのかな、クラスターを追っかけてやって、うん、しかも検査しないなんてのはとんでもないと、うん、もうこれははっきり破綻してるだろうってことを、うん、経済財政諮問会議ってのはど真ん中の組織じゃないですか、うん、そこで発言したんですよ、うん、はいはい、それが21日に会議があったんだけど、うん、26日に議事録が公開して、うん、されて、それでそれは朝日新聞にね、紙面だと本当にちょこっとファイルで載っただけなんだけど、これってものすごく僕は大きい話だと思う、うん、そうですね、とうとうその政府の中枢からですね、うん、お前らのやってることはおかしいぞっていうことを民間委員が言い出したっていうことは、うん、なんで新聞がきちんと書かないのかと、うん、むしろそのきちんと書かなかったことがすごいニュースだなと思ってます、うん、でさらにね、ちょっと付けさせていた、させていただくと、その新浪さんがああいうふうな批判してにもかかわらず変わらないのは何なのかっていうことをですね、やっぱり経済諮問会議の周辺の人から私聞いたんですけども、どうもその感染症コミュニティに対してのですね、感染症コミュニティのメンツっていうものをこだわってるんじゃないかと。誰がこだわってるんですか、政府が。誰そんな、なんでそんなものにこだわるんですかね。え、感染症コミュニティって、要するに今の専門家会議から始まって、尾身さんを中心にしてですね、菅さんにこう助言しているグループがありますよね、分科会の人たちとか、あの人たちがやってきたことっていうことを軌道修正できないような状態になってる。でもあの菅さんは尾身さんをそんな、あの、前面に出すな、なんか後手後手になってるような、あの、うん、イメージじゃないかとか言ってね、あそ、うん、官邸とあの専門家の間にも緊張関係があるわけでしょ、うん、あるのかな、あるのかな、あ、そうなんですか、はい、いやだけどそれはね、メンツはさ、感染症コミュニティの人がメンツが困ってるって、あの、うん、立てたいってのは分かるけど、うん、でもそれを菅さんが立てる必要全然ないわけ で、うん、そうですね、仮にそんなことしてたら、うん、菅さん自分で自滅しちゃう話ですよね。なので、まあ、このあたりからですね、じゃあ一つ目のコロナ感染拡大のこの話題に入っていきたいと思いますけれども、とにかくこの亡くなる人を少なくするっていうのが山下さん本来のね、うん、コロナ対策のやっぱり眼目だと思うんだけれども、そうなんですよね、だからあの、いや、さっきの PCR 検査の話にしてもね、要するにどんどん陽性者が出たらその医療のキャパシティが追いつかないからっていう理屈で抑制してきたはずなのに、その今ともかく入院できなくて自宅療養という名の放置ですよ、これは、うんうん、放置されて亡くなる人がどんどん増えてるって、もうこれはやっぱり政策の失敗ですよね。そうですね、戦略的にやっぱり間違ってたっていうのがこれでもう如実に現れてますね、うん、そうですよね、この一月で急増ですからね、うん、だからどうするのかっていうことを国会でちゃんとやらなきゃいけない、政府出さなきゃいけないんだけども、うん、そういう本筋の議論がなされてないっていうかね、うんうん、そこが曖昧にされてるというのが僕は一番腹立ってますね。そうですね、だからその本筋の議論をするところで実はその手前のですね、罰則をその最初は刑事罰にするとかですね、とんでもない話をやってましたけれども、これって池田さんどう思われました？いや、あの、西村大臣がね、おおむね賛成だったっていうふうに、うんうんうん、先週の国会で言ったけど、はいはい、議事録が、あの、専門家の議事録が出てきたら、おおむね反対なんじゃないですか。うん、なんか、え、何人 ?8対3ぐらいだった。8対3ぐらいなんですよね。うん、3が賛成。うん、で8が反対から慎重。うん、あれを、だから、そのおおむね賛成って言った岡部さんっていうのも、やっぱりあれですよね、うん、感染、岡部さんが専門家の中で一番 PCR 検査を抑えろって言ってる人ですね、うん、しかもだから政府の都合のいいような結論をねじ曲げたわけでしょ、うん、座長が、うん、あ、座長は岡部さんではなくてですね、え、違うの、感染研の方だったと思いますが、座長は、うん、いや、そのなんか脇田さん、うん、いや、あの、その検討した、あの、議事録の中でその取りまとめた、あの、分科会じゃない、その下の小委員会、うん、はいはい、そこで岡部さんの名前出てましたね。まあ、いずれにしても、いわゆるそれがさっき申し上げた感染症コミュニティの人たちなんですよね、うんうん、で彼らが本来だったらその政府がやろうとしていることに8対3であるならば、うん、8が当然概ねなわけだから、うん、その通りストレートに言えばいいのにもかかわらず、そういうふうに、政府の顔色を見てですね、うん、忖度したような答申みたいなのを出してるという、うん、そう、しかも国会でその源がどこかって言われて、うん、なぜか知事会の要請とかってまた、はいはい、あの、嘘ついてね、そしたらまた知事たちがそんなこと言ってない
だから言い直してましたよね、うん、知事会の要請って言っておいて、そこ疲れたら、いや知事会の一部の要請っていう。だから、なんていうか、ね、責任転嫁ですよね、うん、言葉をもう本当にもてあそんでるだけで、うん、きっちりした話しないし、で一番僕が問題だと思ったのは、国会あの予算委員会見てたら、とにかくあの委員長がとにかくあの、聞いてる側が総理総理って言ってるのに、全然西村さんだとか田村さんだとか全然違う人を指すんですよね。で何回もそれを繰り返すわけ。つまりもう完全に菅首相をですね、あの喋らせないようにしてるっていうふうにしか見えない、うん、でようやく菅さんが喋るとしゃべってもですね、私あの木曜日に見てたんですけれども、あのそれは判断は当事者に任せていますからとか、だから私があのここで何か言うこあのコメントすることではないとか、担当大臣に任せているのでっていうふうに言って、うん、それについてどうなんだって聞かれても、あの答えをはぐらかしますよね。だけどね、その判断を任せる、担当大臣に任せているっていうことは、何かあったら自分が全部責任持つから自由にやれっていうことでしょ。なのにあの菅さんの場合はそうじゃないんですよ。だから人のなんか上に立って大きなプロジェクトをね動かしていく人じゃないと思う。何を言ってんだろう、うん、この人はって、うん、やっぱりあの総務部長止まりというかですねやっぱりこう本当になんだろうな、こう司令塔としてね差配して何かっていうタイプではないし、やはりこう秘書的なところっていうのは抜けきれないんじゃないですか、ね、総務部長だって、うん、若い人たちに、うん、自分が責任取るから自由にやってこいってね、うん、いると思うんですよ、総務部長でもないんじゃない、うん、なるほど、まあ、これはちょっと会社と例えるといろいろハレーションが起きるかもしれないのですいません、このぐらいにしておきますけれど、でもいずれにしてもあの山田さんどうですか、あの人のこのリーダーシップっていうのはもうそこが割れてしまったって感じしませんか、うん、残念ながらね、やっぱり、うん、あのまあ番頭が、まあ、言ってみりゃ弾丸になっちゃったんだけど、うん、全然違うじゃないですか、うん、監督が主役になるみたいなもんですよ、うん、だからやっぱり間違った選択をしたんだったら、うん、自民党も早くやっぱりね、うん、変えなきゃダメだよね、うん、だから国民にとって迷惑でしょ今のやったら、うん、自民党の中にそういう自浄作用ってのは残念ながらもうなくなりましたね、はい、あの去年の総裁選のプロセス見ればもう明らかで、うん、もうともかく勝ち馬乗れっていうんでその主流派が全部菅に固まって、はい、しかもその最大のライバルであるはずの石破さんをね、うん、まあいわばその恥ずかしめるような3位に落とし込むみたいなことまでやっちゃって、その代わりのカードを自らこう潰したわけですよ。昔で言えば例えばその金権政治が田中角栄に代表されるような金権政治が批判された時にそれに代わるその精神な、綺麗なイメージっていうことで三木さんとこう担ぎ出すわけじゃない。つまりそういうその自民党の中におけるそういうその、ある種の派閥均衡が、そう、ね、あの反主流派が いない組織っていうのは、うん、もうこんなダメになるのかっていうのをね、うん、目の当たりにしてますよね、うん、だから小選挙区の中で、まあ、みんなが主流派にくっついて選挙楽に勝ってみたいなことでね、うん、その正論とか批判をあの臆せずに語る人がもう本当にいなくなっちゃった、うん、これは自民党にとっても大ピンチですよ ね、 うんですね。だからこの3次補正予算なんかも見ましてもね、やっぱりこのコロナこれだけ大変なコロナに対して 4.3 兆でポストコロナの構造転換、これはマイナーカードだとか GoTo も入って、あるいはこれが 11.6 兆、そして防災減災云々で強靭化ですよね、これ中心に 3.1 兆、まあ、自衛隊も入れて、このバランス自体がやっぱりちょっともう現状と全くこうずれちゃってるのかなって感じするんですけれども、あの GoTo トラベルにまだその固執してるっていうのがよく分かんないんですよね、うん、つまりあの旅行きたい人はね、うん、GoTo トラベルがなかったって行きますよ、そりゃあのやっとその、コロナがね収まったらもう行きたくてみんな仕方ないんだから、うん、だからあの GoTo トラベルやめたって
行く人は行くんですよ。だからなんでここにこれが未だに入ってるかが僕はよくわからない。それ3月までに、ね、そうです、3月末までにこれ使うものでしょ、お金ですよね。それであの京都大学に移った西田先生が、うん、GoTo トラベルで感染は拡散したっていうの論文出されたじゃないですか。6倍以上 ね、6倍から8倍とかなんかそんなような数字だったと思いますけどね、うんうん、これもう GoTo が関係ないってもう言えなくなりましたよ ね、普通に考えれば ね、こういうお金の使い方、あと国土強靭化もね、なんか3時に便乗していろんなものがなんかこう権益を広げてるっていう感じですよね。そうですね、あのね、うん、後で話題になると思うんですけど、うん、アメリカのバイデン政権はね、うん、あのポストコロナの経済立て直しっていうので、うん、あの地球温暖化対策っていうのを大きな柱の一つにしているし、うん、EU はあのグリーンあのリカバリー、グリーンエネルギーであのコロナ以降のを立て直していこうっていうんですごく明確な、うん、あの方針出してるんですね。でもそれに代わるのが国土強靭化、うん、脱炭素の基金っていうのはまあ何に使うのか、うん、まあ、基金だから結局あの年度内に使うんじゃなくて、まあ、貯めとくってこと で、うん、でまあ鈴木さんさっき言ったようにね、日本の場合菅さんが2050年脱炭素ったら原発やれって話にこうすり替えられちゃってるんですよね、うんうんうん、これは本当にめちゃくちゃですよ、うん、いやこれも焼け太りというかね、うん、どさくさ紛れというかね、うん、あのナオミ・クラインが言ってる三次便乗型資本主義ってやつ、うんうん、それをそのまんまやってるっていう非常に分かりやすい政府の例ですよね、うんうん、これでも本当ね、国会って今予算審議をやってるわけじゃないですか、うん、だけどなかなか一般の人に何を話をされてるのかがよく分かんないんですよ、うん、その揉めてるところだけが出てきてね、うん、でこれは今池田さんが言ったように第3次補正予算だから2020年の予算なんですよね。それでもう一つその2021年の本予算っていうのはこの後出てくるんだけども、それもまたあの119兆円ぐらい作ったらでっかい予算が出てくるわけだけども、その106ですかこの後ね、はい、だけどそこで何が議論されてるのか。でもしかもこの2021年の予算だって緊急事態宣言がこんなことが起きる前ですから、あの少し収まるかなみたいな感じの時に作ってるわけだから、これだけ緊急事態が出てくるんだったら当然何をすべきなのか、それはあの長期的にね、いやうちだったら考えてますよ、でグリーンその温暖化のためにですね、いろんなことの基金とか研究とかそういうところに積んでんだ、それに対しての公共事業やってんだとかってあるんだけど、そうじゃなくてじゃあ今具体的に何に日本が取り組まなきゃならないのか、これだけどそこのことをもうちょっときちんと議論してほしいと思いますね。うん、なんでこの補正予算を組み替えなかったかって、いや野党が組み替え動議を出したけども、うん、結局これもさっきと同じですよ、メンツです、与党のメンツですよ、うんうん、だから国会が立法府としてね、うん、その政策を本当に真面目に議論するんだったら、うんうんうん、これは自民党も含めてね、政府のこのなんていうかピントがずれた予算おかしいぞって言わなきゃいけないんだけど、まあ、結局与党は政府が出したものを無傷で通すっていうことしか考えてないわけですよね。だからそれも今までこうやってきたから、ここでそれを崩したら自分たちの固形に関わるとか、メンツが潰れるとか、そういうぐらいしかないわけですよね。ないんですよ。だから普通に考えれば、この補正予算っていうのはこのコロナ禍、コロナの蔓延がこんなにひどくなる前の話でしょ。12月ぐらいに用意したわけですからね、うん、だからそれならばこういう事態になったらそれに合わせてそのコロナ対策にもっと金をつぎ込むとかっていうふうに組み替えるのが本来ならば普通の考えだったら当たり前だと思うんですけどね。少なくともどうぞ臨機応変な議論をするためにあの国会ってずっと開いているべきだったと思うんですよね。18日にようやく、うん、あの開きましたでしょ、うん、と311の時にはずっと国会やっていろんな議論をいろんな委員会でやっていたっていう記憶があります、うんうん、これはねやっぱり日本のガバナンスっていうか統治機構がもう国会っていうものは機能しなくなってきてる、うんうん、しかも国会と行政権の関係の中でもう本当に一党支配みたいな感じになって民主主義がないわけですからね。だからもうさっきから出てるような GoTo トラベルって、ね、補助金出して人を動かすわけじゃないですか、うん、人を動いちゃいけないっていう時に補助金出して人を動く予算が1兆円もついてること自体がもう唖然なんだけど、そういうものが
なんかまかり通ってしまってるっていう、このなんていうかな、唖然としたことっていうのは、やっぱりもっとみんなどうやってこれをお互いのなんていうかな、共通認識にね、いや、あのね、やっぱり人が死んでるんだぞっていうことをね、ちゃんとやっぱり真面目に考えてほしいですよね。だから真っ当なことっていうのが、真っ当だと普通に思ってこう話してることが全く通じないっていう状況が政治の世界で起きてるっていうのが、これが本当にこう何なんだこの世界は、ね、さっきも言ったけど、自宅療養なんて言葉は使っちゃダメですよ。あれは放置なんだから。だから本当にさっき言ったようにね、少なくとももう経済財政諮問会議で民間の経営者から見たら、お前ら何やってんだって話ですよ。あれはこんなはっきりもうしてることをなんで変えられないんだって民間に言われてるわけですよね。だからそれをね、やっぱりメディアもやっぱりそういうことをきちんともっと指摘していかないと、なんかこう、ああまあいくら言っても自民党はこんなもんだからっていうことも、そういう段階で終わったような気がしますね。だから僕は冒頭に言ったね、自民党の職員に PCR 検査、まあいいですよ、でもだったら、ね、他の人にも広げるのが政治っていうもんじゃないですか。でかつ陽性の人が見つかったら心配ないように、まあ、ちゃんと隔離収容治療する施設を、足りなきゃもうそれこそ補正予算で特貫工事でやればいいんですよ。まあ、だってあそこの中でね、右並みはもう言ってるわけだけど、学校の体育館は使えと、それでもまだ足んなかったら仮設住みから作れって、そこまで言ってるわけですよ。そういう人たちをほったらかしちゃいけないって、当たり前のことが、それで、はい、聞きましたとかになってるわけですからね。ここで必要な人を運ぶじゃないですか。人を運ぶものに、やっぱりここは金投入するしかないわけですよね、本来。だからそれはやっぱりオリンピックと結びついてくるんですよ。だから正直に言えばオリンピックの選手村なんてのは使えるんですよ、今空いてるわけだから、でそこへその患者をその収容するっていうことを今決めればいいんだけど、そうすると今度は五輪オリンピックができなくなる。だからそれも使えないんですよ、彼らは。結局ね、オリンピックにこだわってるのも、オリンピックに中心するともう9月10月の選挙で負けるから、自民党は。だからこれはなんとか開いた上で、選挙したいっていうようなところにこだわってるんじゃないかなって気がするんですけども、どうですかね、これ。まあやっぱりオリンピックで国威発揚して選挙有利にっていうのは当初の目論見でしたから、それはもう完全に崩れてんだけど、でもやっぱりね、無理ですとかできませんとかって言えない、言い出せないというか。でも誰がオリンピックやるだろうと思ってるんでしょうね。でもしもやめますっていうのだとしたら、やっぱり小池都知事ですかね。あ、でも総理大臣ですよ。総理大臣が言うの。でも主催者、まあ東京ですからね。でもね、本当にね、古い考え方が頭が染み付いてるんですよ。だってオリンピックを本当にやらなきゃいけないの、っていうのは、今本当の政治家だったら、オリンピック諦めようとみんな、それで日本人の、この気持ちを全部コロナに、戦いに振り向けて、そのためにはもう、もう自分の身を切り思いでもって、選手村だって解放します、競技場だって解放しますっていうぐらい の決断したら、僕はやっぱり、あ、それは一つの決断だなと思うけど、そう、だからそれができない。撤退の指揮官は今絶対評価されるはずなんですけどね。そうですよね。無能な戦いに突っ込んでいく無能な指揮官だから支持率が下がってるわけですよ。だから完全にもう計画なき開戦状態になってるわけじゃないですか。でここからどうやって一歩退いてって、こう今この人たちの写真見てるとですね、なんかね、なんかすごいこうなんか化石が並んでるような感じがするんですけれども。まあ実はアスリートっていうか選手たちの中からも、かなりこれ無理だっていう声がかなり出始めてますよ、ね、山口香織さん、かっこいいですね。女子1万メートルだったかな、代表選手、ちょっと名前忘れましたけど、その方はもう、自分はアスリートとしてはもちろんやりたいけど、一国民としては反対だってはっきり言ってるんですよね、もう。よほど潔いですよね。本当2人とも女性ですね。そうなんですよ。コロナのせいだって言ったら誰も責めないですよ。責めない、責めない。だから例えばバッハ会長とその森さ、組織委員長か、俺が会談したって言ってるけど、いや今とても日本はそういう状況にないと言えば、
それでもやれってはいくらバッハだって言えないでしょう、そんなことは。どうしてそれを言えないのかっていう。代わりに神様にお祈りしてますとか言っちゃってでまあ多分やるとしてもこれ無観客ですよ ね, すね、うん、それから外国からはあんまり選手来ないでしょう、うん、でしょ、あのまあそうでしょうね、うん、外国の選手団がボイコットし始めたらこれ実質的にこれもオリンピックとしては成り立たなくなる、まあ、あの IOC 自体が、ね、あの今 の, その選手選手たちがの 25% ぐらいは全然決まってないっつってんですよね、うん、予選ができませんからね、うん、予選できないから、うん、それで決まってないんだから来るわけがない、うん、つまり各国のオリンピック委員会がちょっとお手上げ状態になってるんですよ。 EU は日本からの入国を、うん、あの禁止したけれど、うん、EU から日本にっていうのはどうなのって言うとちょっとこう敷居が高いじゃないですか、うん、それから EU はそういうことやってるって、アメリカはアメリカが参加しなかったらもうオリンピックやってもほぼ意味がないような ね, ないですね。でしかもテレビ局で一番大きいのはアメリカの NBC ですから ね, からね、またアメリカに決めてもらうんじゃないですか。まあね、ということで、一つ目の話題はこのあたりして、そういう状況なんですけれども、実はですね、こう民は動いてるぞと、我々がこの今の状況に対して非常にこう憤りをお互いにこう吐露し合いましたけれども、その裏でどうも地方の選挙なんかを見るとですね、批判のマグマがふつふつとたぎりつつあるのかなと思うんですけれども、山口さんどうでしょうね。まあ山形の知事選挙は現職がまあ野党系の人で、はい、まあもうやる前から多分勝つだろうって言われてたけど、うん、宮古島の選挙はちょっとね意外な結果でしたね、うんうん、まあ割かしちょっと競って2、3000票の票差ぐらいだったんでしょうけれども、うん、それでもこうやっぱりね沖縄はやっぱりこの間ずっと自衛隊の配備がね、うん、続いてきて、沖縄の皆さんのやっぱりなんていうかな、平和に対する思いとかね、うん、やっぱりあの高まってるんじゃないかなと僕は思いますけど、ね、ただあのこの宮古島の場合はザキミさんっていう方が当選したんですけど、はい、彼自身はもともと自民党なんですよね、うん、だからあのいわゆる尾長さんとケースは一緒で、うん、保守と革新が一緒になれば勝てるんですよ、うん、だけど今もう革新だけではなかなか難しいっていう話になってます、うん、それは国政でも同じですよ、うん、だからそういう意味ではちょっとこれはあの真似するっていうのは変ですけど参考にした方がいいと思います。いやだからオール沖縄のパターンを全国化できるかどうかっていうのは今後の選挙の鍵ですよね。で逆に言うと例えば今の自民党の中からねこう自民党から飛び出て、野党側に来ようと思ってるような人っていうのはいるんですか。いやそれはいないと思いますね。それはいない。ただ山形なんかもやっぱ農業界とかね、うんうん、その本来保守系の団体やなんかもやっぱり今の自民党にはついていけないということで参議院選挙の時も、うん、あの野党系を応援したし、うんまあ、知事選挙でも同じような結果になったわけでね、やっぱりその政党の枠っていうのはなかなか崩せないけど、うん、その団体とかねあれ保守的な市民のレベルだと、うん、もっとこう幅広い結集ができると思うんですよね。そうするとそこの自民党も変わってくる、沖縄の自民党みたいに。沖縄の自民党は反対が言っちゃってますよ ね、うん、今度ね千葉の県議あの、はい、知事選あるけど、これは、まあ、あの千葉市長の熊谷さんってのはどっちかというと野党系の人だったけど、うんまあ、実際保守とすごく近いわけですよ、うん、で自民党が割れてもうそこに乗っかってきたわけですよ、うん、だそうするとどっちかっていうと、まあ、千葉はちょっと保守系が強いところだけど、うん、もう明らかに今の流れとすれば熊谷さんの勝ちだと、うん、だそれはもうやっぱり自民党だけじゃね、まあ、それぞれ地盤は持ってるかもわかんないけど、本当に自民党でいいんですかって問い始めたら、自民党自身も今自信がなくなってる。そうでしょうね。そうですね。だから完全にもう割れてきた。だからちょっとそういう感じで強い候補が出てきたりすれば、一気に流れが変わるわけですね。自民党自身もこのコロナ対策に関してはあれだけ打つ手を失敗して、失敗する手しか打ててない。で、自分たちが逆側の手を打とうとしても、例えば PCR をもっと大々的に広げた方がいいというふうに頭では分かっててもそれはできてない、うんね、それをどうするかっていうところになった時そういうふうになる、うん、だからあの見てると自民党も大変だなと思うんですけども、うん、それぞれのその、まあ、選挙区の人たちはみんな強いんですよ、うん、自分たちの攻撃を持ってて、だからそこでは勝てるんだけど、でも風向きからいくとその自民党では勝てないんですよ。だから、うん、週刊朝日の最新号で、票選挙区の予測っ
ていうね、大きな記事が出てて、まあ、政治評論家の人2人予想を出してて、やっぱり相当自民党減らすだろうという予測、うん、ただ、まあ、一気に過半数割れとかね、うん、そこまでいくかどうかは、まあ、今の段階の予想としては、まあ、そこまで大きな変化は起きないだろうということなんですが、これからまだ半年ありますからね、うん、どういう世論の流れになるか、まあ、こういうトレンドを見れば内閣支持率がガクンと下がってるのとつれて自民党支持率も結構へこんでるんですよね、うんうん、一方立憲はどうですか、少し上がったんですか。支持率そのものがね、うん、なかなか上がらないんです。ただ野党ってね、やっぱり、うん、目立たないから、うん、普段はあんまり支持率上がらないんですよ。で、朝日新聞の最新の調査でもし今衆議院選挙があるとしたら、うん、比例でどの党を入れますかっていう質問については立憲民主が16だったかな。まあ野党第一党としてはダントツの数字を残してるんで、うんうん、まあやっぱり立憲民主のこれからは要するに大好きって言ってもらう必要ないんで、うん、今の自民党はおかしいぞっていう時にああじゃあまあ立憲民主に入れようかっていう選択をしてもらう、うんうん、そのためにいかに信頼感と政策を出していくかっていう勝負です。やっぱり無党派層じゃないですか、うん、結局やっぱり鍵握るのは、うん、でこの人たちがやっぱり今の菅はこれダメだぞっていうのでどん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 押し込んでるところは非常に強くて、そこに届く政策のパッケージみたいなものがじゃあこのコロナの中で立憲はどういうふうに作ろうとしているのか、うん、ただね、まあ、野党は批判ばっかりだなんてことを言う人がいるけど、うん、これは現実を見てない議論で、この間そのいろんな議員立法ですね、うん、その要するに医療従事者への支援とかね、いい政策出してるんで、それをまあいかにみんなに知ってもらうかっていうことですよね、うん、そうですよね。だから対案を出せとか、うん、いや出してるんで、出してるんですね、まああれはね、ネット右翼のその常套手段で、すぐ対案出せって、ね、僕は対案バカって言ってるんだけど何でもその対案出せとか、それからでもやっぱりあれもおかしいんですよね、メディアもね、結局そのいつもその何ていうの、二項対立みたいな形でやって、ニュースで野党の質問を取り上げる時も大事なところは伝えてくれないそうですよね、うん、だから今回の補正予算の組み替え動議だって、うん、きちっと中身まで紹介してくれたメディアなんてないんじゃないですか、うんうん、まあ、特にNHK の7時のニュース見てるともうものすごい編集技術だなと思いますよね。なんか自民党総理がまともに見えちゃうってあれはすごい技術ですね。そうですよね。安倍時代に磨いたんでしょうね、まともに見える、はい、メディアの問題もつきませんけれども、じゃあここでですね、ちょっと視点をですね海外に向けてみたいなと思います、バイデン大統領いよいよ動き出しました。指導ということで次から次へとその大統領令にですね、署名をしているということで、この署名のスピードというやトランプ以上の量と速さでやってるっていう感じなんですけれども、さあこの辺こう今のこのバイデンさんの動きをご覧になって、皆さんどういうふうに感じておられるのかなと思うんですけれども、池田さんはいかがですか、このアメリカの動きとか、まあ、ヨーロッパとか、トランプからバイデンになって、もう予想つかないぐらいとんでもなくダメなアメリカが普通にダメなアメリカに戻っていこうとしているっていう感じで、よく言われる WHO と、うん、それからパリ協定、はい、復帰、あと新スタート、ロシアとの、うんうん、核軍縮 の、はい、取り決めをも延長することにしましたし、うん、パレスチナ支援を再開する、うん、だからなんとかオバマ時代に近づけてるかな、うんうん、それでブリンケン国務長官と、うんうん、茂木と外務大臣が電話会談して、うんうん、でその時にね、自由で開放的なインド太平洋地域を守るためにっていうその合言葉を出したんだけど、うんうん、それってさ、私ちょっとあれトランプが言っ
ってた言い回しじゃないかなって思いました、うん、トランプが中国を囲い込むために言い出した言い回しかなと思ったんだけれども、うんうん、それで、ブリンケンは日米韓の、連携っていうか同盟が大切って言ったと、アメリカ の, サイトには書いてあるのね、うん、で日本 の, サイ外務省のサイトには、うん、日米の連携が大切って書いてある、うんうんうん、韓国抜きにしてるわけですね。そう、韓国抜きに、うん、それでこれに気がついたのは韓国の新聞読んだからで、でブリンケンその次に韓国 の, 外務大臣の、うん、カン・ギョンファさん、はい、女性の、はい、と電話会談して、はい、やっぱり日米韓が大事って言ったんだけど、韓国の方では米韓の連携が大事って言ってるっていう、だからもうアメリカの出方なんですけれど、日韓の関係が私は本当に気になって気になって仕方がありません。山田さんいかがですか、この、うん、バイデンになって、このいや流れとすればね、うん、ある意味で大きな流れとすれば民主党の路線ですよね、うん、オバマの路線に、うん、全くその、うん、その通りではないかもわかんないけど、そっちに戻ってきて、ある意味で、まあ、普通のアメリカにあったなという感じがするんだけど、だけど本当に進められるのかなっていうことを考えるとですね、そう簡単ではないと思うんです。やっぱり一番の問題っていうのは中国とどう向かい合うのかっていうのは、これ最大の問題で、まだ本当のところは決まってないんじゃないかなっていう、まあ、表面的にはね相当強い姿勢を今出してるんだけども、じゃあそれで突き通せるのかったら、バイデンそれほども力があるわけでもないし、まあ、今回だってブリンケンを認めてもらうためには、まあ、上院がギリギリのところですからね、相当上院の意向に配慮して、それで、まあ、ブリンケン自身もオバマは外交政策を担いで、じゃあちょっと失敗したかなと、緩かったかなと思ってるだろうから、じゃあどうするのと、本当に対峙していくの、だから我々から見れば台湾を守るっていうのは、ね、うん、まあ、当然っては当然だけど、国王だけど結構な肝になりましたよね、出すると。台湾も就任式に、台湾代表就任式に。だからそこのところをどこまでやれるのかっていうのはそう簡単じゃないと思うんですね。やっぱり中国と、まあ、これは中国に対して、一対一で向かい合うんじゃなくて、で同盟国も一緒になってっていうことで、日本とか韓国とかオーストラリアとか、ニュージーランドっていうことなんでしょうけど、この包囲網で本当にうまくいくのかどうかっていうことだって、そうすると逆に日本がどういう立場でその間に入るんですか。やっぱりアメリカだけで日本は飯食ってるわけじゃないんで、当然そういう中国との関係、中国のまずい点と中国を大事にしている面をどうするのかっていう、日本に僕は今度飛んでくるわけですね。そうですね。バイデンさんいい人だから、ね、うん、その上と良しで何とかしようっていうほど簡単な話じゃない。まあ、そんなお人よしじゃないですね。うん、やっぱり結局はやっぱり国益と国益のぶつかり合いみたいなところがあるわけですよね。これ、まあ、ヨーロッパなんかは今歓迎しているような雰囲気もありますけれども、まあ、もちろんありますけれども、じゃあここから先どうなっていくのかなっていうとまだ見えない。でさっき池田さんがその日韓問題のことをちょっと触れられましたけども、山下さんどうですか、この日韓の関係っていう、うん、まあ、徴用工の判決でさらに、まあ、日本側も堅くなになっちゃってますけれども、うん、これはやっぱりね、政治的な決着しかないっていうのは私ずっと前から言ってることで、うんうんうん、でね、やっぱり65年の日韓基本条約で片付いたなんて言っちゃダメですよ、うん、今日の国際人権法の基準に照らしてやっぱちゃんと考えるっていうこと、うん、で日本側のやっぱ誠意を示すっていうことが必要ですよね、うん、でも本当に誠意を示そうっていう姿勢が全くないし、うん、それを足ざまにする方が人気が出るみたいな、ね、うん、そういう感じに今なってるじゃないですか、うん、ちょっと忘れたけど、ものすごく強い言葉を使いますよね、うん、つまり今山田さんが言ったように、結局はそのなんていうの、韓国叩きをやれば、そのいわゆるネット右翼の人たちの支持が当然集まるわけですよね。だからもうその自民党自体がそっちへこうどんどん引っ張られてる感じがするんですよね。一人当たりの GDP でいくと日本と韓国だんだん今近づいてきてる、そういうね、こう日本の衰え、うん、韓国はまあ新型コロナ対策もそれなりにうまくいったし、経済的にもまあ着実に伸びてきてると、うん、で例の
あれですよね、半導体の原材料の輸出規制なんかも結局意味がなかったわけですよね、うん、自国生産韓国で生産できるようになったんですよ、ね、頑張った、ねね、つまりね、うん、そういうこう日本が自利品になってることの、うん、まあ、裏返しでね、うん、ますます自信がないから、その言葉だけで韓国をわしざまに言うっていう本当は浅ましい状態ですよね。みっともないですよね。あのこの間ね、韓国の方と話しててはって思ったんですけど、韓国の人ってあの一人一人の人と国と政府を別々に考えるんだ。だからすごくね、あの日本のことをこうわーっと言ってても、日本政府のことを言ってるんで、日本人のことなんか全然嫌いじゃないとか。でも日本人って、まあ、一括りには言えませんけれど、国と政府と人をね、こうなんか重ねちゃうっていう傾向が韓国の人より強いのかな。あと中国の人も重ねませんよね、別々に考える。日本人が一番そのなんか日本国民っていうアイデンティティにからこう自由じゃないような感じがしました。興奮すると特にね、こう近づきますよね、でやっぱり個人と国との間ってやっぱり距離があるわけじゃないですか、現実には。 それが何かこうあの刺激的なことを言われたり、聞いたりすると、それがピタッと一緒になっちゃって、まさに韓国の人の後ろにはあの韓国の国旗が張り付いてるようなね、そんな受け止め方する人もいますよね、日本に。ましてや政府とあの一体になんかね、見られたら、いやいや私あの今の日本の政府はあの支持してませんって言いたくなるし、韓国の人だってそうだと思うんです。そのところがちょっとあの思い違いしている人が日本人に多いかなって思います。立憲は例えば韓国とかアジアに対しての、そこがね、あのね、その本来リベラルな人たちは、うん、まあ安倍さんとかその今の自民党政権のアプローチとは違う、もうちょっとその和解の方向を目指してる人は多いんだけど、やっぱ弱腰っていう風に映ると嫌だなっていうんで、あんまりこの問題触れたがらないですよね。そうなんですか、ダメだな、もったいないような気がしますけどね、それはね、それこそダメですよ。野党はしっかりしてくれなきゃ、そういうところが。中国に対してはうん、まあ、あの人権問題を中心にね、中国に対する批判は野党の側もかなり強いですよね、特に共産党は、まあ、もちろんですけども、香港の問題とかね、やっぱりあの中国政府の強圧的な体質に対しては今の野党はかなりまあ批判してますから、やっぱり中国との関係は非常に難しいですね。経済的なその相互依存はもちろんあるわけですけれども、政治的にはやっぱり批判すべき点を批判するみたいなスタンスにならざるを得ないですよね。なるほど。そうするとやっぱり経済は熱いけども政治はちょっと冷たいっていう風な雰囲気がやっぱりちょっとこう漂ってる、中国との関係で言えばやっぱりアメリカと一緒にこう対峙するっていう選択肢しか当分ないと僕は思いますけどね。まあ、あのその外交関係はそうでしょうけど、なんかね、あの新聞とかテレビ見てると、あのアメリカのね、そのバイデン政権に対する、武装右翼っていう動きが非常にこう、今、アメリカ国土安全保障省っていうところがかなり警告を出してるんですね、具体的にね。で、あのペロシさんかな、下院議長、下院の議長なんかにはもう直接脅迫状も来てるらしいし、でなんか本当に武装右翼なのね、あれ見てると、写真なんか見るとこんなすごい機関銃みたいなのってね、ミリシア、まあミリシアもそうですけど、あのプラウドボーイズとかね、あとキューアノンにもまだ相変わらずね、なんかというのがかなりやっぱり、僕はだからもちろんバイデンさんの外交は大切だと思うんだけど、なんか、そういうその妙なね、テロみたいなのが、右翼テロが起こらない
といいなというふうに思ってるんですけど、だからあの就任式の日にこういろんなところで暴動を起きるとか言ってたけども、うん、全然その一人ぐらいしか集まらなかったとかね、うん、でだからあの熱は全体的に冷めてるけれども、うん、そこにあの置き去りになってしまった人たちが そういうふうに先鋭化してしまうっていうのが怖いのかな。そうですね、うん、だけど僕は楽観できないと思いますね、うん、あのそういうね、確かにね、この間の就任式晴れがましくて、うん、なかなか良かったなと、いいムードだなと思うんだけど、でも逆から見ればね、あいつらインテリだろうと、うんうん、あいつら勝ち組だろうっていう見方ってのは必ず僕はあると思うんですよ。だって相当アメリカの今根っこが悪くなってるわけ、うん、40万人死んでるし、それでまあこうやってあのコロナで景気が悪くなったって株価がガンガン上がってるし、うん、住宅価格がどんどん上がるし、賃貸価格が上がる、もう相当みんなやっぱり底辺層っていうのは疲れてるわけですよ、うん、僕はあのきらびやかの見てると確かにいいんだけど、ちょっとなんかそれだけじゃないですか。私もね、そこ言いたかったわけですよ、うん、その要するにあの株がうんと上がってって、うん、失業者がいっぱいいて死者も出てっていう、そこのところでやっぱりバイデンが、うん、そのウォールストリート相手にきちっとした、ね、政策を打ち出して、うん、格差是正とかね、その富裕層に対する課税とかね、うん、きちっとやりきれるかどうかっていうのは一番私は注目したいですね。だからついこの間まではさ、ウォールストリートを包囲しようっていうのは左側から出たんですよ、うんうん、それほどやっぱりアメリカの現状で、で右からトランプのそういう形の錆びた地域からの、うん、白人が反撃してるわけじゃないですか。あのツイッターであの就任式の時見てたらね、あれはプラダで 何万ドルするとかこう出るんですよ。だからバーニー・サンダースが郵便局にあの郵便出しに行くような格好でこう大きなミトンをねして、 あそこに座ったのがものすごい人気が出たっていうのが分かるですね。だからまあアメリカもトランプは退場しましたけれども、トランプが残していったものっていうのはまだまだ大きな分裂の火種として残っていて、うん、アメリカ自身が抱えている問題なんですよ。ですからね、だから、うん、そこのところを今ね、あまりにもトランプがひどかったから、うん、そっちにもみんな目がいって、うん、おアメリカ良くなったなと思ってるんだけど、うん、そんなもんじゃないぞと今、うん、相当ひどい状況に、構造的格差の問題っていうのは残り続けてるってことですよね、うん、7000万人がトランプに投票したわけですから、うん、その人たちがどうなっていくか、それを救い止めるっていうことをしないとバイデンさんも危ないかな。はい、わかりました。ではここでですね、バイデンさんの話からですね、またもう一回ちょっと現状、日本の問題、これはさっきのアメリカの話もつながっていくと思うんですけれども、今回のコロナでやっぱりその困窮している人のところにですね、なかなかその支援が届かないという現実があって、この間の国会の中でですね、菅さんはその野党から質問で問い詰められてですね、最後は生活保護があるじゃないかというようなこう言い方をしたわけ、答え方をしたんですけれども、これもね、こういろんなもうそれにならないようにするためにどうするのかっていう議論をしなければいけないのに、されはこれがあるっていうような言い方したんですが、山口さんどうですか、この問題に関して。もうね、菅さん生活保護行政の現場知らないとしか思えないね、うんうん、水際作戦って言葉あなた聞いたことないのかよって言いたいですよ、うんうん、ですよね。あのと共産党の小池晃さんがその扶養紹介について、あの木曜日にあの菅さんに問いただしていました、うん、申し込みに行くと三親等まで、うんうん、は扶養しできない、民法上の扶養の義務が一応あるってことになってますからね、扶養、うん、が優先されるから、うん、だけどもそれ言われると嫌だから、知られたくないから、うん、申請しないっていう人が3人に1人いると、うんうん、でこれは問題じゃないかっていうので、西村さんとか菅さんがこう答えるんだけど、本当菅さんね、なんか不得要領なので分かってないなっていう感じ、うん、西村さんもそうで、関係がもう20年以上とか切れてたらそれは紹介しませんって言ってるけど、小池さんが言ってるのは関係が切れてるんじゃなくて、切れたりこじれたりするから、うん、ダメなんだっていうことを言ってるわけでしょ。それで3回その紹介するのは義務ではないって言わせたんですよね、うんうん、だから紹介するのは義務じゃないんだから、うんうん、どんどん行ったらいいと思う、うんうん、一つ厚労省のために弁明しとくと、
生活保護は国民の権利ですっていう通知、ね、広告を出した、ね、これはもう本当に評価したい、素晴らしいです、うんうん、いやだからね、だったらばさっき あの扶養紹介の話じゃないけどね、僕もあのやり取り見て、菅さん分かった、あんたの言う通りだ、もうそんなつまらない扶養紹介やらない、うん、だっていやいいんですよ、だって、はい、かっこいいですよね、現実になってさ、もうそんなことはできない状況になってんだから、それをしなくたってどうってことないし、うん、むしろしない方が保健所 その担当の人やなんかがね、うん、あの気が楽になるし、だったら当然そんなこと、でも共産党が聞いてるから俺は口が裂けてもそれは認めない、野党がのところでポイントを取られたくないみたいな、ぐだらぐだら、あの、まあ、厚労大臣もそうですよ、もう分かっ、お前分かってだろうと思っても言わないって、だからあれを見てるとね、はあ、この国会って全くこんなのはね、与党も野党もない話だろうと、なのに問い詰められるとぐだ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 言ってるっていうね、あの本当に見てこのバカさかげ、もうダメだなったら、うん、しみじみ国会見て思ったね、やっぱり討論の内容でコミュニケーションできてないんですよね、うんうん、そう、あれだけどあの安倍時代にあの同じ小池晃さんだけれども、あの答弁に対してありがとうございますって言うことになるとはとか言って答弁終わったあの質問終わったことありましたけど、この扶養紹介なんですけど、あの聞いてたら3万8000件やったと、去年かな、うん、それでその中で扶養する、あの援助しますって親族が言ったのが600件だって、 1% か 2%、うん、お金はだから、うん、その面精神的なあのあのあれはしますって言ってるんだけど、じゃあ99人か98人は知られちゃっただけで非常に気まずい、うん、あの、うん、親族関係がますます気まずくなっちゃっているっていうね、うん、日本の社会福祉、うん、社会保障ってやっぱりね、個人っていう発想がないわけでしょ、うん、そうですね、基本家単位でずっといろんな仕組み作ってきて、で扶養の義務があるからっていうんでこんなね紹介とかして、うん、あの先週のねこのウィークエンドニュースで雨宮佳林さんをお呼びしたんですよ、うん、で彼女が一生懸命そういう現場をね、であの助けを求めてくる人たちとこうあの話してるんですけども、特にね目立ってんのが最近女性がものすごく多くなったと、つまり困窮者っていうか形で、相談に来る人の中で女性の割合がここのところ急激に伸びてるっていうんですよね。でそれは多分そのいろんなアルバイトとかでその居酒屋とかね、そういう食堂系、それからまあ割とあの風俗系も同じらしいんですけど、そういうところで働いてる女性たちが本当に今困窮してると、でそういうものをですねどうやってその助けていくかっていうことが、しかもそこへさっき言ったようなその扶養紹介が入ってくる、でこういうその若い女性たちは一番嫌がるわけですよ、そういうその家族に知られることを。だからそれやっぱりやあの山田さんが言ったようにね、もうやめるよと、そんなね、ねあんなもんやめたって、国際比較のさ表出てると日本こんなことやってるの日本だけじゃんみたいな、だからなんで言わないのかなっていうね本当にね、あの生活保護じゃなくて生活保障っていうね、うん、あの呼び名を変えた方がいいって言ってる人がいて、なるほどと思ったんですけ ど、 あの生活保護を受けるのは国民の権利ですってね、うん、言うんだったらもう一大キャンペーンをしてね、窓口の人数を今補足率、あの本当は受けるべき人のうちこう10人のうち2人しか受けてないって言うんだったら窓口のを 5倍にして、そしてもうあのどんどん受けるようにするっていうのを全国的にやればいいと思う。あのもやいのね、うん、踏み段っていうあのキャンペーンを始めました。そのとにかくあの窓口に行くのが大変なんだって、うん、でその踏み段を作ったから、うん、これ利用してあのネットでこう記入して持っていくっていうね、すごく簡単なあの仕組みなんですけれども、うん、そういうの、まあ、民間はすごく頑張ってやっているんだけど、あとあの、まあ、生活保護の手前でね、やっぱり踏みとどまる支援もすごく今必要なんですね、うん、それで失業しちゃった人は失業給付っていうのはあるけども、うん、シフトでどん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 ね働く日数時間減らされちゃって収入が激減してるけど、なんか制度の谷間に落っこっちゃって、そうそう、あの何の助けもないっていう人をどうするんだって、これは野党がきちっと国会で質問してましたけどね、
そういう面でね、やっぱりこれもう与党野党関係なしにね、困ってる人を支えるっていう、そうですよね、今度の与野党関係ない話ですよ、本当ですよね。だからね、僕はいいチャンスだと思うわけ。普段なかなかねこういうとこ向かないだけど、今みんな一言じゃなくなって、場合によっちゃ明日の自分だってこうなるかも分かんないっていうようなね状況になってるから、まあね、選挙も近いんだから、みんなちゃんとね、地元帰ってね、中小企業の経営者とかね、食料の経営者とかの話をちゃんと聞けば、いろんなことは見えてくるし、じゃあこういうことが必要なんだっていう提案がすぐできると思うんですけどね。生活保護っていうか、それを考え直すいいチャンスだと僕は今思いますよ、本当。まああとあれなんですね、その、経産省がね、いろんな支援策っていうんで予算を兆円単位で、取ってる。だけど厚労省と違って経産省っていうのは手足がないから、結局お金を届ける部分は全部民間に外注して中抜きされるっていう問題もあるんですよね。だから本当にね、こう届く政策を誰がどう作るかっていうこと、これね、やっぱ厚労省ってのは長年福祉やってきたから、それなりにノウハウもあるし責任感もあるわけですよね。経産省っていうのはね、言っちゃなんだけど火事場泥棒ですよ。本当自分たちの組織権益を広げる、そうですね、それだけしか考えてないですよ。だから給付金やなんか の途中に入ってくる民間もよくわからないところがいっぱい入ってきたりだとか、オリンピック絡み の事務所も、財団というようなよくわからない民間みたいなものが入ってきたりだとかね、あのパターンがずっと続いてますよね。まあ、だからさっき出てきた補正予算案のね、 GoTo キャンペーンの金なんかこっちに回せば全く問題ないでしょ。そうですよね、あれだって何兆円の規模でしょ、これそんなにその何兆円っていう話じゃないじゃないですか。今困ってる人をどうやって助けるかって話なら1兆円2兆円ぐらい、だんだん僕らも話がね、超っていう話になっててよくわからないんだけど、最初にコロナでこうどんどん人が亡くなっていて、その中で自宅に孤立して亡くなる人が結構増えてるって話がありましたよね。で、あの中で例えば今一番困ってるのがやっぱり認知症の人の独居とかですね、2人とかっていうのを困っていて、これはもう医療も手がなかなか差し出していけない。結局その感染の問題があるから、みんながこう遠巻きにしていて、いつの間にかその人は孤立してしまってですね、で医療にかかれないまま亡くなっていくとか、もう本当にとんでもないこう悲惨な極みみたいなのが起きていて、そこに対してやはりこの菅政権というのは何のメッセージもないんですよね。そういう状況だとか、本当に底辺の底辺でこうなんとか生きてるっていう、そこに対してのこの想像力もないしね。なのでやっぱりそこはこうメディアの問題でもあるのかな、なんて感じもするんですけれども、ね。さっきおっしゃってましたけど、要するに、携帯の値段を下げるだとか、それからなんとかかんとかで、要するにそれこそその総務課で扱うような話を、その首相自らがね、これは俺のその一番の課題なんだっていう、なんかねどっか少しねずれてるっていうかおかしいと思うんですよね。わかりました。今日はですね、支持率 33% に落ちた菅政権がどんどん自滅しているんじゃないのかなと。で、それに対して、我々はどういうふうなこう今後選択肢をですね、持っていくのかなというようなことをそれぞれ、胸の内に考えながらですね、討論してきました。今日は4人のコメンテーターの方に集まっていただきました。今日は皆さんどうもありがとうございました。どうも。